イサヤの予言。災いだ。私の怒りの鞭となるアッシリアは、彼は私の手にある憤りの杖だ。神を無視する国に向かって私はそれを使わし、私の激怒を買った民に対してそれに命じる。戦利品を取り、略奪品を取れ、野の土のように彼を踏みにじれと。しかし彼はそのように策を立てず、その心はそのように計らおうとしなかった。その心にあるのはむしろ滅ぼし尽くすこと、多くの国を立ち尽くすこと。なぜならアッシリアの王は言った。自分の手の力によって私は行った。聡明な私は自分の知恵によって行った。私は諸民族の境を取り払い、彼らの蓄えたものを略奪し、力ある者と共に住民たちを引きずり落とした。私の手は鳥の巣を奪うように諸民族の富に伸びた。置き去られた卵をかき集めるように私は全世界をかき集めた。その時翼を動かす者はなく、くちばしを開いて鳴く者もなかった。斧がそれを振るう者に対して自分を誇り、ノコギリがそれを使う者に向かって高ぶることができるだろうか。それは鞭が自分を振り上げる者を動かし、杖が木でない者を持ち上げようとするに等しい。それゆえ万軍の主なる神は太った者の中に衰弱を送り、主の栄光のもとに炎を燃え上がらせ、火のように燃えさせられる。神の御言葉。地の主である父は称えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。
その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには、父を知る者はいません。主の御言葉、キリストに賛美。